エアーアクトとして運航を行うアクト航空はトルコの貨物航空会社。貨物便として国際定期便並びにチャーター便の運航に加え航空機リースも手掛ける。イスタンブールのサビハギョクチェン国際空港を拠点空港とし、ヨーロッパではベルギーのリエージ空港をハブ空港としている。救命はマイカーゴ航空。2004年の設立後、 2007年にスキャタの貨物運送最優秀賞を受賞した。同年、IATA 安全運航監査を満たし、国際航空運送協会から国際安全運航認証書を取得した。2011年、中国の海港集団が49%の株式を取得した。10月24日に買収は完了し、ブランド名をマイカーゴ航空に改めている。 ボーイング747から400回エアバス A300 過去にエアバス A300 を運行していたが2010年に1機を失い2013年に全機を手放しているバグラムでの復旧作業ありがとうございます